BOS の同志諸君、元気してるかい？マフィア梶田だよ。シャンです。よろしく。今回もね、こちら、フォールアウトオフィシャルクックブックから一品お届けしたいと思いますが、さあ、何を作るか。今回はですね、皆さんからいただいた要望の中にはなかったんですけれども、私がこれ興味あるということでね、ショーンに作ってもらうことにしました。ダスティーズバラボンバーガー。イエーイ。やっぱりね、フォールアウトといえば頭が2つある牛バラモン、やっぱキャッチーなキャラクターですよね。アイコニックですし、そんなバラモンの肉を使ったバーガーということで食ってみたいなと思ってたんですけれども、なんせあいつのミルク飲むと結構な効果発揮するからね。でこちらなんですけれども、料理としてはバイソンバーガーという括りらしいんだよ、はい、でバイソンってのはアメリカにいるバファローですね。バファローのこと。バファローの肉です、うん、アメリカ人はバファローでも食べるんで、うん、そんなに脂が乗ってないあっさりした肉。なるほど。で人気ですね。はい、人気結構人気ある。人気、はいはい、人気あるのね、はい、うん、さあこちらなんですが、材料としては実際これバイソンの肉使うのかな。ちょっと手に入らなくて、うん、USDA の牛肉、うん、今日使ってきますから、うん、はい、OKOK、OK、普通にうまいハンバーガーが出来上がりそうだけれども、こちらもね、メニューのレシピ見ると、前回イグアナスティックで使ったヌカコーラバーベキューソースを使うんだよね。これそうです、うん、塗った方が美味しいっておすすめって書いてあるんで、じゃあこちらバーガーの製作に入っていきたいと思いますよ。さあ、ということでバラモンバーガーな。レシピもさすがに豪勢だね、バーガーとなると。そうですね、基本的な、うん、まあ、アメリカのバーガーなんで、うん、そうだね。これバンズとかどっから用意したの。趣味にあるスキッパーズハンバーガー屋さんなんですけど、ま、お店が提供してくれたんだ。お店が提供してくれて、本物じゃん。それありがたいな。しかも顔広すぎる。そうです肉とね、うん、いろいろチーズからバンズまで、うん、そうか、これ手作り作ってるバンズなんで、ね、はい、最初は何からやってく、まあ、レシピ説明してくれるか。そうですね、ぬかコーラから作ったバーベキューソース、うん、バーベキューソースな、はい、これに使います、うん、はい、あと玉ねぎを炒めます。オリーブオイルとバターとちょっと塩コショウで味付けて、うん、はい、ね、玉ねぎもやっぱりハンバーガーに入れると美味しいんで、トマト、レタス、はい、トマト、レタス、あと肉、これいただいた USDA の、うん、もう本当にいい USDA のお肉、これもやっぱりスキッパーさんが用意していただいたお肉なんですけど、しっかりと塩でこねちゃえばつなぎになるんで、それ今からやりますんで、はい、まずは肉をこねてちょっと寝かすんで、肉はこれはもともとひき肉になってるものを用意してあります。そうですね、そこのスキッパーさんはこれ元ブロックで来てるんですかね。一般家庭では普通のひき肉使ってください。そうですね、ちょっと塩を入れていきますね、うん、このぐらい、はい、ですね。だいぶこねましたけれども、ネバネバ感もあるんで、うんうん、こんくらいこねりゃ OK かな。そうですね、うん、これをちょっと寝かすっていうか置いといて、うんうんうん、そしたらうん、もう少し、つながっていくんで、塩が作用して、はい、そうですね、次に肉を寝かしてる間に、うん、玉ねぎを少し炒めます。玉ねぎを炒める、はい、オリーブオイル少し、うん、あとバター少し入れます。オリーブオイルにバター、バターですね、うん、火を入れて中火ぐらいにして、でここにちょっとガーリックパウダーとか、うん、まあ、コリアンは自由なんで、うん、ちょっと香り付けでガーリックも足して、ガーリック好きじゃないですか、うん、ガーリックパウダーを少し入れたり、いい、ね、はい、やっぱりこうやって玉ねぎ炒めていくと甘みが出るんですよね、うん、だからやっぱりハンバーガーに合うんですよ、甘くなった玉ねぎって。なので若干火を入れるっていう感じなんで、これで出来上がりですね。いい感じじゃない、はい、続いて、パンをちょっと、うん、温めます。パンを温める、はい、柔らかくするためにまずパンを切り、ハンバーガー出来次第、うん、組むときにちょっとだけ火入れていきますので。なるほどね、はい、うん、これでパティをとりあえず作っていきます、うん、でパティに関してはこれ結構1キロあるんで、だいたい120ぐらい目安に、500じゃないですかこれ半分だと、うんうん、また250ぐらいじゃないですか半分で、うんうん、でもやっぱり大きいバーガー作りたいですね。250ぐらいでいきましょうか。でかいね、250のバーガー、はい、これなんだ、空気抜いてんだっけ。空気抜いてますね、うん、
昔調理実習でなんかそんな話してた気するわ。そうなんですね、うん、どうですかこの大きさ。うーん、食い応えがありそうだ、はい、ありますね。ここに塩、うん、まだしも塩、そうです、これは味付けの塩ですね。裏表に、ね、そうです。そんなにいっぱいかけていいの？つけちゃいます。で、胡椒もしっかりと、しっかりと全面に、はい、全面にまぶして。これはもう目分量か。そうですね、うん、結構塩多めでもいいと思うんですよ。こんな感じですね、うん、はい、パテができました、はい、はい、これを焼いていきます。これはマックス強火。そうですね、強火ですね、オッケー。最初は強火で、はい、このように、はい、ちょっと強火でしっかりと最初に熱く入れた方がギュッと締まるんで、うん、肉の香りがしてきたぞ。いい香りですよね、うん、おー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 、強火で両側ギュッと締めるように。これで中火でじっくり焼いていきます。10分ぐらいですかね。なるほど、はい、じゃあここから10分しっかり焼きます。はい、焼きます。そろそろかい。そうですね、ちょっと見てみましょうか、うん、もういい感じじゃん、ギュッと締まったね。はい、そうですね、これバンズに挟まるこの太さ頑張りましょう、はい、すごい、行きましょう、うん、ここでアメリカのチェダーチーズを使います、うんうんうん、チェダーチーズね、あの黄色いやつね。そうです、そうです、チェダーチーズですね。いいよね、これうまい具合に溶けてまとわりつく、ね、はい、ちょっとダブルでいきましょうか。ダブルチーズバーガー、いや、ダブルチーズバーガーはほら肉2枚になっちゃうけどまあこの肉の量だったらダブルっていう感じですもんね。ダブルとかトリプル、はい、トリプルかな、うん、このチーズをいいね、このように上に乗っけてもう一回蓋をします。もう一回蓋をする、はい、うん、またチーズと溶かすまで、その間パンを少しトーストします。これは中火、中火ぐらいで気遣いながら裏返して、うん、はい、なるほどね、と同時にやっていけば両方あの見ていけるんで、うん、でその間ちょっと皿を用意しておいての、うん、これで盛り付けます。楽しみだ、完成が近づいてきたぞ。そうですね、パンもできます、うんが、うん、これで最初はトーストした感じで、うん、これ何でマヨネーズですね。マヨネーズを塗る、塗ります、しましたね。上のバンズに関してはこれなんですか。ヌカコーラで作ったバーベキューソース、ね、はい、バーベキューソースをたっぷりつけます。たっぷり、お、はい、このぐらいしみ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 、うん、こういう感じですね。しみしみだね、はい、それで一番最初に玉ねぎを、最初は玉ねぎか、玉ねぎを下の方に、たっぷりたっぷり、もうちょっと甘みが出てる。次にトマトいきます、うん、フレッシュトマト、うんうんうん、でよく乾かしたレタス、トマトからレタス、レタスの上に肉を乗っければちょっと火が通ったレタスのシャキシャキ感が美味しいんですよ、うんうん、なんで自分はこの順番で入れるのが好きです。いいね、それはもう好みですから、うん、皆様の。これで肉乗せます。ついにメインの、はい、行きますよ。これはでかいぞ。こうきました。うあ、いよいよハンバーガーらしくなってきた。え、お、ちょっといいバーガー風の上にもかぶせないんだよ ね、はい、これ横に立てかけるんだ。そうです、うん、これで完成ですね。いやいやいや、素敵なバーガーが完成しました。皆さんこちら実食していきたいと思います。お願いします。さ
さあというわけでバラモンバーガーが完成しました。映えボリュームのハンバーガーをいただいていきたいと思うんですけれども、やっぱりねこういうのはがっつりといきたいからね。一口目見てこれ、うわでっかい、肉がでかすぎる肉汁も垂れすぎる。支えといて、いくよ。はい、いくよ。おお、うんうん、アメリカ、めちゃめちゃアメリカ。あと肉汁がすごい、カメラに映すと汚いかもしれないこれ、びちゃびちゃ、うん、すごいこれ。うまそうに食べてくれるし、本格的。本当よかった。俺ねハンバーガーってこれなんて店かあと買ったものしか食ったことないから、目の前でこうやって作ってくれたら作るの初めて。あそう、うん、しかもこんな肉厚の、うんうん、またねバンズの間に挟まってるこのねたっぷりの具が混然一体となって口の中に襲いかかってる。ああよかった、うん、バーベキューソースはどう？うまいよ、うまい。やっぱりやっぱぬかコーラのバーベキューソースが相性いい、コールアウト料理に合うには決まってる。ああよかった、うんうんうん、うまー。肉がね、うん、すごい歯ごたえがあるんだよ。おお、うん、もっちんもっちんな感じ、こねて、うん、そこがやっぱりポイントかな、うん、しっかりと空気抜きしてこねるっていうことですね。はい、でなんか全然赤くないじゃん、しっかり火取ってるし、はい、うめえこれ、はい、うんうん、玉ねぎもいける、たまらん、うんうん、やっぱり甘みもありますよね。あるね、うん、ペロッときましたねこれ、ここまで食べましたよ。なんかね、撮影を忘れてかぶりつきたくなる魅力がある。ここまで来たらもう完食するしかないよ。こんなのどうぞ。お願いします、うんうん、皿を重たくなってきたんで。うん、うん、うん、OK ですか、うん、はい、うん、であの映画パルプフィクションで、うん、あれ覚えてる、サミュエル・ジャクソンのハンバーガー食べるところ、これ食っていいかっつって、そう、うん、食って、うん、その後ほらスプライト飲むじゃん、飲む、ヌカコーラしよう、ヌカコーラ1つ飲むしね、はい、あのそう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 、あのシーン大好きなんだよ。この相性はどうなのかな、バーベキューソースもこれを使って。やっぱお気に入りですか、このコーラ、このコーラの味、うまい、売ってるコーラより好きかも。あそう、うん、これ作ってよかったね。あうん、本当はここでね盛大にゲップをかましたいところだけど、さすがに見てる人からね怒られそうだからね。完食します。うまい、最高でした。これはもうよかった、うんうん、まあ本当はね、うん、いろいろちょっとポテトをちょっと用意したかったんですけど、付け合わせ十分十分、まあ、もうメインだけで十分。それにさ、うん、今更だけど世紀末飯作ってんのにショーンが用意してくる素材が高級すぎてな。確かにそうですよね、しっかりうまくて高いものになっちゃってるのは。確かに確かに、でもレシピ通りではあるんだわな、うんうん、そうです。素材はそれはもう一番一級品のも使ってるけれども、レシピ通り作ってこのうまさだから、うん、そうですね、まあ、このメインっていうのはやっぱりぬかコーラのバーベキューソース、うん、バーガーはバーガーじゃん、うん、基本的に、うん、やっぱりぬかコーラのソース使うからこそ、うん、世紀末のやっぱりフォールアウトですよね。このぬかコーラのソースが、うん、なんか不思議な味わいだね。あのやっぱ店で売ってるハンバーガーとはまるっきり違うわけよ、うんうんうん、でもいわゆるチープな味わいじゃないからお店で普通に出せちゃうよこの味わい。うまっ、よかった、うん、ショーンの腕もあるんだろうけど、いや、まあ、これしっかりちゃんとやっぱ、ね、グルモン乗せてんだね。美味しいですね、うん、いろいろちょっとね挑戦してみたいですね今後ね、この先も。そうだね、美味しゅうございました、ごちそうさまでした。うん、たまらんかったな。もう俺今何分で食ったこれ。2分くらいでパクッといっちゃったから2分かかんなかったかもしれないね、うん、あいやうまかった。皆さんもね今の俺の食いっぷりから見て、ああ俺も食べてって思ったと思うんですけれども、まあ、ショーンが用意したまで本格的な素材がなくともですよ、市販のバンズと市販のひき肉とでこちらのバラモンバーガー挑戦してみてください。フォロワーズ気分浸れると思いますよ。はい、というわけでマキマキの YouTube チャンネル、チャンネル登録とグッドボタンをいつもありがとうございます。それではまた次回お楽しみに、バイバイ。
チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。